左です。ランディスタウンね、かっこいいよね、ランディスタウン。まあけど、まだちょっとしか覚えてないです。まだあ、いやほらね、こうなんですね。こうなんですよ。しかも、こうじゃなくて、こうどうでもいい。とりあえずランディスタウンやってて思ったのが、1個ね、このステップを覚えといた方がいいんじゃねっていうステップを発見したので、それを今日は、ご紹介していきましょう。ヒップホップでは、ブルックリン。でもその辺のジャンルではクロスステップで片付けられる動きなんですけれども、よくある、そう、見たことありますよ、こういう割とありがちな、時にはこう手がこうついたりダウンしてみたり、ダウンしてみたりアップしてみたりとか、よく見る。これがね、サビでこうこんな感じで使われているので、覚えておいた方がかなと思って、僕覚えるので、よかったら皆さんも一緒に覚えましょう。でアップとかダウンとか腕の形を無視して本当に足だけをやると、まずですね、右に開きます。この時ベタ足でいいです。で開き方、右膝というか出てる方の外側の足をちょっと曲げる。でこっちの足はほとんど伸ばす、そんな別にピーンと伸ばさなくていいんですけども、スッと伸ばしてあげる。して戻します。で、これ開く。で、この開く角度は、後ろになっちゃダメです。まずはこの状態で、ぴょん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 とやってください。で、この時体が、こうならないように。ぐるっと勢いに乗ってこう、左右に、こうならないように。まあ、なる場合もあるんですけれども、ランディスタウンにおいては、体は正面で留めていく。そして今ベタ足でやってたんですが、今度は外側に出る足をつま先立ちでついてください。何やつま先立ちって、つま先立ち、あれつま先立ちって言えない、はい、この形で、こっちもできればつま先立ちで開いてください。閉じた時は少しかかとを浮かせるぐらい、これ大げさなんですけれども、少しもう俺にしか分かんない。見た目にはかかとついてるけど、体重はつま先に乗ってる状態。で、刻む。この時また、つま先立ち。戻す。つま先。戻す。つま先。戻す。つま先。戻すです。つま先立ちになることで高速ステップが可能になると。またひたすら最後にステップして刻む。で、この時絶対に、まあ、絶対にじゃないですけども、体がこんなならないように。こんなならないように、なるべく正面。で、重心もあんまりこういったらまずいですね。あの、体が外にで飛び出たらまずいので、なるべく真ん中に寄せる。こういうこと。これは OK 例です。NG 例はこういうこと。お笑い芸人のなんか、やがつみたいになるので。ということで、今日はね、ブルックリン、あるいは、まあ、アローとも呼ばれる動きの足の動きをご紹介しました。これ多分、覚えてた方が後々ね、役に立つと、これが、土地が来るかもしれないっていう。今日は、そんな感じでした。ちなみに、ランディスタウンは、PV だけじゃ無理やね。PV だけじゃちょっと、きつくない？無理ですよ。僕だから、ここまでしかわかんない。ここまでしかわかんない。以上です。